ウィークリー声の架け橋ラジオを聞きの皆さんこんにちは宮城文乃ですさて9月も折り返しを迎える頃となり過ごしやすい日が増えてきましたねいよいよ本格的な秋が始まろうとしています芸術の秋 スポーツの秋食欲の秋など秋を表現する言葉はいろいろとありますが今年はどんな秋を過ごそうかと楽しみな方も多いのではないでしょうかそれでは今週の放送内容をご紹介しましょう今回は中央区観光協会が制作したオリジナルポストカードについて担当者の方にお話を伺ってきましたどうぞお楽しみに ウィークリー声の架け橋この番組は中央区の提供でラジオシティ中央 FM よりお送りいたします改めましてこんにちは宮城文乃です今週の声の架け橋は 中央区観光写真コンクールの入賞作品の中から制作されたオリジナルポストカードをご紹介しましょうそれでは早速お聞きください皆さんこんにちはリポーターの新宮志穂です今回の声の架け橋は中央区観光協会が制作したオリジナルポストカードをご紹介します毎年行われている 観光写真コンクール区内の様々なスポットが撮影されていてその入賞作品がポストカードとして今楽しむことができます中央区観光協会の担当の方さらに今回ポストカードに選ばれた写真の撮影者の方にここからお話を伺いますお話を聞いて中央区の名所がデザインされたポストカードで大切な人にお手紙を送ってみてはいかがでしょうかそれでは早速お話を伺います まずは中央区観光協会の中野美希さんです中野さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします今回制作されましたオリジナルポストカード早速ご紹介からお願いします 中央区の魅力をですね再認識していただいて国内外の方々に中央区を PR するためにポストカードを作成しておりますこちらはいつ発売されたんでしょうかはいえ、こちらは6月1日から、えー、販売させていただいております早速手に取っていらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども今回5種類の写真がプリントされていますねそれぞれどんな写真が選ばれたのかご紹介をいただきたいと思います はい、観光協会内でですね、ポストカードにふさわしいものを選んでおりますですのでこの入賞作品の中からなんではございますけれども特に推薦のものとかこういうトップの人とかそういった区切りではなく協会内でいいなと思ったポストカードにふさわしいなといったものを選ばさせていただいております観光写真コンクールで入賞作品に選ばれた作品今回5種類ということなんですがでは早速その5種類どんな場所が撮影されているのか ご紹介いただきます。はい、えー、まず一つは月島の夕暮れというタイトルで、月島のですね、あの有名なモじゃャギがたくさんあるお店たち並ぶ、えー、月島、えー、西中通りを撮影したものになります。うん、夕暮れの青い空、月島モンジャストリートのネオンがとても素敵ですね。はい、えー、続きまして水の中をというタイトルで。 こちらはですね六年ぶりにあの開催された水かけ祭りの、えー、写真になっております、えー、場所は日本橋の浜町のあたりですねもう夏はおなじみのこの水かけですけれども三越そしてその担ぎ手の上を水がわーっとしぶきが上がっている様子が映っていますえ続きまして えー、タイトルは築地本願寺農業盆踊り大会ということで築地本願寺の前の盆踊りの様子になります今年もたくさんの盆踊りが行われましたこちらは築地本願寺での様子矢倉がとっても綺麗ですねはい。続きまして卑弥呼走るというタイトルで隅、えー、田川をあの卑弥呼という船が走っているものになりますあこちらも夕暮れの明かりがとっても印象的ですそしてさらに今回撮影者の方にお話を伺う 予定ですはい、えー、こちらは「スプリング・マーチ」というタイトルでもうその名の通り春の更新という感じでチューリップがまるるで更新してるかのような素どれも,も本当に中国を代表する場所イベントばかりですけれども中野さんは今回のオリジナルポストカード出来上がりをご覧になって。 どんなな感想をお持ちになりましたかもうどれも本当に素晴らしくですね中央区は夜の,この作品もなかなか素晴らしいので選ぶのがこのどれをポストカードにしようかというのがなかなか毎年そうなんですけれども、はい、難しかったです現在発売されているこのオリジナルポストカードですがさまざまな企業ロゴなども入っていて私たち中央 FM のロゴが入っているポストカードも販売されています。 さあこちらのポストカードですが販売のほかにも新たに区民になった方このポストカードを手にすると伺いましたがはい、えー、中央区に移転してきた方々にお渡しするグッズがあるんですけれどもそのグッズの中にこの5枚セットになったものが入っております。例えば、うん えー、転入してきた方々にセットになって区役所等でお渡しするんですけれどもそのセットの中にですねこちらの、えー、ポストカード5点セットも入っております、えー、そのセットというのは私の便利帳ですとか防災のハンドブックですとか、うん、まあ、国 えー、区に入ってきた方々に大切なものとしてこうお渡しするんですけれどもその中で、えー、区の魅力を伝えようということでポストカードの方も入れさせてていいただいておりますすす<ぁ>無料ででそうですか <laughs> 今本当に中央区に新しくお住まいになる方どん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 増えていますからぜひこちらをご覧になって新しく住民になったという方も、えー、町巡りの参考にもしてみてはいかがでしょうか。 さてこのオリジナルポストカード販売場所を教えてくださいはい、えこちら中央 FM さんが、えー、入っている隣の江戸グランの中に入っている中央区観光情報センター内でも発売しておりますしもちろんえ中央区観光協会の方でも販売の方をしておりますのでぜひお越しくださいはい、詳しくはオフィシャルホームページをご覧くださいえさてご紹介しておりますこちらのオリジナルポストカード使われている写真は 令和5年度観光写真コンクールの入賞作品です今年度令和6年も開催されるんですかはい こちらの本も開催させていただきますのでぜひ皆さん今からいっぱいたくさんの素敵な中央区を取りだめておいてそしてご応募の方をいいいたただきたいかと思います毎年テーマなどもありますが簡単に概要もご紹介ください、はい、えテーマなんですけれども基本的に中央区の魅力が伝わるものなんですけれどもこのポストカードにふさわしい写真ですとかもうおすすめの風景街並みあとですね中央区丸ごととミュージアムというのががあるんですが それに関わるものですとか、あと中央区観光商業祭りというものがあるんですがそちらの各種行事で行われたものですとかもう本当に観光にお勧めしたい神社仏閣名所旧跡などですね皆様の石段中央区ここが素敵だなっていう思うものを取りだめておいていただければかと思います、はい。ぜひこちらのコンクールにも写真撮っているという方は参加してみてはいかがでしょうか。 ここまでは中国観光協会の中野美希さんにお話を伺いました中野さんありがとうございましたありがとうございましたそれでは続いてオリジナルポストカードの一枚に選ばれました令和5年度観光写真コンクール入賞作品スプリングマーチの撮影者平井雄貴さんにお話を伺います平井さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします まずはこの完成したポストカード、今日もお持ちになっていただきました。ご覧になっていかがでしょうか。いや個人的にはですね、撮った写真をですねこう L サイズに印刷っていうことはあったんですけど、はい、こうしてこうポストカードという形になったのが本当初めてなので、うん、もう見た瞬間すごく感動して感無量でした。えー、はい。もうその気持ちが本当に伝わります。はいはい 今回はどのようなスポットをお撮りになったんでしょうか、はい、はい、大好きな場所の一つであります中央通りであの三井本館や三井タワーを背景にしてですね綺麗に先並ぶチューリップをこうメインに撮影しました、うん、まず場所で言うと、はい、日本橋三越前、はい、三越前でございますね、はい、のえ中央通りを、はい こう下からるもう今だから話せるんですけど、ええ、もうほとんど地面に張り付いたような状態で見上げる超ローアングルで撮影しましたので。ええ あの見られるとちょっとあまりにも恥ずかしい <laughs> <laughs> アングルなので、えー、それで撮影させていただきました本当に体を張って撮影をなさったということですね、はい、こちらチューリップが本当に先に並んでいて本当に美しいんですが、うんはい、スプリングマーチというタイトルもついている通り、はいはい、撮影されたのはいつ頃なんでしょうこれはもう4月の初めですね本当に1日か2日だったんですけど、うん、チューリップがこう植えられて 少しちょっと開いたタイミングの時、はい、そこで撮影しました。はい、これはこういったチューリップの姿とタイミングをこう狙ってらしたとか。はい もちろんですあ,のあまりにもこう、つぼってる状態ですと、ちょっと絵的にもなので、んそんな少しなんですけど、ね、広がってるのがいいかなと思いまして、はいうん、このお花のタイミングにもこだわりがあったんですね。やはり中央通り、この辺りといいますと、はいはい、どの時間帯も本当に人がたくさん行き交う場所かというイメージが私の中ではありますが、はいはい、まさにおっしゃる通りなんです、はい、ここはですね、人通りがとても多くて、うん、あと、 路上駐車してる車、止まってしまうともうどうしようもないので。ま信号も多いですからね。そうなんです。全くいないタイミング狙うのが難しくて。ね、これは。 ものすごいタイミングが重なってそう,そうなんですおっしゃる通りなんですこれも場所決めはも,もちろんですけど<ー>タイミングもございまして、はい、なおかつこの撮影した日でも<ー>ボツの写真が約100枚ほどありますので<は>ようやく撮れたのがその1枚という写真んそんなにシャッターも、はい、気になったんですね、はいはい、あとはこうビルにかかっているこのお日様の感じもとても印象的ですが、はい 時間です。時間はですね、これ朝です。まさにやっぱり朝なんですか。朝です。早い時間です。なおかついろいろな条件が実は凝縮されて一枚に、はい。<laughs> いやあ、私本当にいろいろなこう写真を目にする機会、それから自分でまあ、日常でね撮る機会もありますが、はいはい、ここまで一枚の写真でいろいろな思いを巡らせることができるっていうのは初めての体験で。はい とても印象的な一枚だなというふうに思いました、はい、あ,ありがとうございます本当に嬉しいお言葉 <laughs> 今回あのオリジナルのポストカードの一枚に選ばれていますが、はい、まずその前に、はい、令和5年度観光写真コンクール入賞なさったということで、はいはい、改めてこちらもおめでとうございます、はいはい、あ,ありがとうございます <laughs> このコンクールに参加したのは何回目ですか、はい、今回がですね3回目3年連続で3回目でございまして、はい、昨年度は 惜しくも2位、<ー> 2> その前も惜しくも2位だったんです。で今回初めてやっと1位が取れて、三年越しで夢が叶って、あてあ、念願の念願なんですこれ。1>, 1位だったんですね。はいはい、その 1>, 1位に輝けたこう理由というのはどんなところにあると振り返りますか。はい、理由ですか。いやでもこればっかりはですね、あの選考のね先生方のもうねこう目に止まるか止まらないかもありますし、えー、もう運もありますし。 まあでも本当に皆様のおかげです一所で言うとそうですか、はい、まあ中央区様々な撮影スポットがあると思います、はい、まず中央区を撮影する時のポイントとしてはどんなところがあるでしょう、はい、そうですねポイントとしましてはこう見た瞬間にあこの場所ちょっと行ってみたいなとかこの場所で遊んでみたいなとかいう感じを見た人に思わせるような場所が、うん 私の撮影ポイントの一つで撮影してますそうですか、はいはい、じゃあその写真を見た方受け取る側のことを考えてお取りになっていると、はい、そうです特にもう観光業界様なのでここに観光に行きたいって思わせるのがもう集団だなと それ,のそれをポイントで、はい、撮影させていただいてしっかりとそのコンテストの狙いや思、はい,いっていうのも、はい、理解しての撮影なんですね。はいはい、平井さんご自身は、はい、いつも写真はどんな時に撮っってらっしゃいますか、はいあはい、普段あの会社員なので、ね、平日はですね出社する前あとまあ帰ってきた時そして休日はもういつでも1年365日もうここだと思った時が。はい シャッターチャンスというかそういう時に撮ってますなかなかこうカメラを持参してとなると、うん、はい。私は持ってもいませんしカメラ重いです <laughs> そうですよね <laughs>、はい、と思うんですが今日もあの中に入ってまあ,あの中というのは私物のカバンの中に先ほどおっしゃったカメラは、はい、どういった特徴があるんでしょうかそうですね特徴と言いますとなんといっても写真を撮った時のキレ ビルを私、州で撮影させていただいてるんですけど、はい、ビルの外側、外角がはっきり線が出るっていうこのう、ね、一言で言うとキレキレがいいカメラあの今回の作品「スプリング・マーチも」も、はいはい、確かに日本橋にそびえ立つビル群が一つもぼやけることなく、はい、本当 本当にこう角や窓それから一本一本の柱の作りまで綺、はい、れでにこれはあのまあ人によってはね一つの場所に焦点を合わせて他はぼうやかすっていう方法ももちろんございますけど、ええええ、私は主にこう全体にピントがある合うっていう取り方を主にしていて<ー>そうすると手前のものと奥のものと全てにピントが合ってる。はい まあ俗にいう、ね、<laughs> ベタピン状態ですね。を<ー>、はい、撮影のポイントにしてますね。う <laughs> そういったお話を聞くとまたさらにこの作品写真そしてオリジナルポストカードを見るのが楽しくなりりそううでですすあありがとうございますさあでは最後に平井さんにとって、はい、中央区を撮影することの思い、はい、さらにはご自身で写真に対する思い、はい、どんなことをお持ちか聞かせていただこうと思います。はいはい え私がですねあの撮影する時にいつも思うことはですねあの東京都中央区はですね歴史や文化のある建造物やオブジェあと最新の高層ビルや施設が混じり合ってるっても,うものすごくとても魅力的な街だと思っておりまして、はい、写真に対する思いは私の目で見た東京都中央区という世界を一人でも多くの方に一つ一つこう大切にねこう写真という形で 見ていいいたただきたいとということですね、はいうん、で今現在あの中国あの多くの建築ラッシュに湧く状態ですが、はい、今のこの町の姿と新たに変化した姿を両方をですねこう一枚でも多く写真撮っていきたいなと思っておりままあこの、ね、たったのねたった一度しかない人生の中でねこの二度と来ないこの一瞬を これからもこう心を込めてシャッターを切っていきたいと思います次のコンテストの目標は、はい、目標はもちろんもう一度一位を連続で <laughs> でももちろん皆様素晴らしい作品ばっかりなので頑張ります次の作品も楽しみに <laughs>、はい、拝見したいと思いますここまでお話を伺ったのは今回のオリジナルポストカードの一枚に選ばれましたスプリングマーチの撮影者平井雄貴さんでした平井さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました 中央区観光協会の中野さんインタビューにご協力いただきありがとうございましたいかがでしたか中央区の観光名所やお祭りとっておきの場所や景色の写真が印刷されたオリジナルポストカード中央 FM のロゴが入ったものもありますのでぜひお手に取ってみてはいかがでしょうか